さあそれでは、皆さん大変お待たせいたしました。時間になりましたのでイベント始めていきたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。はい、本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。今からベルーガの不思議な魚の食べ方を始めます。今回お話をするのはベルーガ飼育係の垣添です。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。早速ですけれども皆さんに一つ質問をしようかと思います。今日、この名古屋港水族館に来てベルーガ初めて見たよという方どれくらいいらっしゃいますかね。はい、ちらほら手が上がっていますね。さあですが、もう手挙げてない人の中でも名古屋港水族館でしか見たことがないという方も、結構いるのではないでしょうか。実はですね、このベルーガという生き物、日本に数ある水族館の中でも、名古屋港水族館を含めた4つの水族館でしか飼育をしていません。ですので、なかなか、見ることはない生き物なんですね。そして、日本の周りの海でも生活をしていません。海で泳いでいて、このベルーガに遭遇したなんてことはまずないですよね。このベルーガたち、一体ですね、いつもどこに住んでいるのかというと、北極の周りで生活をしています。ベルーガたちはですね、北極の海で生きていくために体の周りにはですねたっぷりと脂肪が蓄えられているんですね。体重がですね、今いるベルーガの中で一番大きいのだと750キロぐらいになりますけれども、脂肪がたくさんついています。まあ、これだけですね体が重たいので外でパフォーマンスをしているイルカほど機敏な動きはできないんですけどね。脂肪がついてます。であともう一つ特徴としてはこの真っ白な体の色ですね。北極の氷に紛れて天敵に見つからないように白い体をしています。ちなみにですねベルーガたちの天敵、一体何かというと一種類は北極グマが挙げられますね。であともう一種類は名古屋港水族館でも飼育をしてます。はい、そうですね、シャチですね。この2種類がベルーガの天敵にあたります。そんな天敵に見つからないようにベルーガたち、白い体をしているんですね。さあ名古屋港水族館ではこのベルーガという生き物を現在ですね全部で6頭飼育しています。で、そのうちですねこちらのプールには現在3頭が生活をしています。さあそれではですね、皆さん待ちわびていたと思いますけれども今からですねベルーガをガラスの前に呼んでもらいたい、呼んでみたいと思います。さあそれでは、まずは、はい、1投目、はい、グレイがやってきてくれます。あ、それぞれですね3頭ともベルーガたちに名前がついていますのでぜひ皆さん覚えてください。まず1投目がグレイです。はい、やってきましたね。あ、それではグレイにはちゃんとご挨拶してもらいましょう。こんにちは。しっかりとこちらのことも見えてますね。上手にご挨拶してくれています。推定年齢18歳です。もう立派な大人のベルーガですね。こんにちは。はい、グレイです。グレイの特徴はですね、頭や背中、お腹のあたりにですね渦巻き状の模様がついていることなんですね。ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、これがグレイの特徴です。ぜひ皆さん覚えてください。いや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 、はい、縦に動けばもちろん横にもしっかりと動きますね。はい、上手にご挨拶してくれてますね。さあそれではグレイには戻ってもらいましょう。ありがとう。はい、とっても可愛らしい、ご挨拶でしたね。今度はですね、メスのベルーガ、ナナがやってきてくれます。はい、ナナやってきてくれました。名古屋港水族館生まれのベルーガで現在10歳ですね。10歳というのはちょうど子供と大人の境目ぐらいの年齢でして、まだですね体もですね他のベルーガに比べると一回りちっちゃいんです。600キロぐらいですね、体重が。はい、ナナです。でこの、日本の水族館で生まれて10歳というのはですね実はナナが初めてでして、
今ですね、毎日この国内の最長飼育記録を更新し続けてくれている、そんなベルーガです。中にはですね、ちょっと口の中も見せてもらいたいと思います。口を開けると同時に大きな泡の輪っかを出してくれましたね。はい、今の最後に見せる予定だったので皆さん全部忘れてください。はい、でね、はい、口を開けてくれていますけれども、この口の周りがですね、どうでしょう皆さん、ちょっと中が動いてみると口の周りがふわふわと、柔らかいの分かりますかね。ちょっと分かりづらいと思うんですけれども、奈良というよりベルーガの口の周りというのはとても柔らかいですね。この、口が柔らかいというのは今回のイベントのキーポイントになってきますので、皆さん覚えておいてください。さあ、それでは奈良も上手にご挨拶できましたか。やりましょう。ありがとう。はい、奈良です。さあ、そんな奈良のお母さんベルーガ、名前をターニャと言います。2007年に奈良を産んでしっかりと育てあげました。はい、ターニャです。はい、こんにちは。ターニャはですね、非常にですねやんちゃな性格をしているベルーガです。やる気があるときは頑張ってくれるんですけれども、やる気がないときはあんまり頑張ってくれなかったりしますね。こんにちは。はい、頭の動きも他のベルーガよりもちょっとちっちゃいですよね。はい、ターニャです。でターニャ現在、推定で22歳になりますね。ターニャもですね、今回しっかりと頑張ってくれると思います。はい、それでは戻りましょう。ターニャありがとう。はい、今回はこのベルーガたち、3頭でこのイベントを頑張っていきたいと思います。さあ皆さん、この、ベルーガのイベントの名前覚えていますかね。ベルーガの不思議な魚の食べ方というタイトルです。ということで、今回ですねベルーガたちに魚を食べてもらうんですけれども、今ですね、名古屋港水族館で揚げている魚を今日持ってきています。何の魚か分かりますかね。ちょっと暗くて分かりづらいかもしれませんけれども、これはホッケです。ホッケです。はい、皆さん知ってますよね。はい、そして2種類目こちら、これも皆さんご存知の魚かと思います。はい、正解が聞こえましたね。ニシンです。ニシンです。あ、よく知ってましたね。お腹に数の子を持っていることがある魚ですね。さあ、そして、3種類目がこちら。はい、こちらはですね、あんまり皆さん名前ご存じないかと思います。名前をキュウリウオと言います。キュウリウオ、匂いを嗅いでみるとキュウリの匂いがすることからこの名前になりました。ロシアなんかでは食べられていたりする、北の方で獲れる魚ですね。さあ、そして最後4種類目がこちらの細長い魚。この魚はイカナゴと言います。あ、イカナゴです。もっと小さい姿で食べたことがある方もいるかもしれませんね。成長するとここまで大きくなります。今回ベルーガたちに食べてもらうのはこのイカナゴという魚です。イカナゴはですね、ちょっと変わった性質を持っている魚でして、はい、こちらをご覧ください。ベルーガたちがですね、海の底を見つめていますけれども、この海の底の砂の中には今ご紹介したイカナゴがたっぷりと隠れているんですね。イカナゴというのは砂の中に隠れて天敵から身を守る、そんな性質を持っている魚なんです。さあ、ですがベルーガたちはですね、野生ではこの砂の中にいるイカナゴを見つけ出して食べていると考えられています。一体どうやってこんな生き物を食べるのか、今日はですねそれをご紹介したいと思います。上からですね、今ご紹介したイカナゴが入った、装置が降りてきました。このですね、透明な筒の中にイカナゴが20匹ほど入ってるんですけれども、ベルーガたち口先はですね、そこのイカナゴまで届きません。さあ、一体どうやってこのイカナゴを食べるのか、それでは早速ですね、食べに来てもらいたいと思います。
はい、やってきましたね。7がやってきました。ご注目ください。あ、上手に食べましたね。あ、今どうやって食べたか分かりましたか。はい、吸ったという声がですねちらほら聞こえているんですけれども、大正解ですね。はい、吸ってます、吸い込んでます、上手に食べてますね。ですが吸い込むだけではありません。今この瞬間、水を勢いよく吹きかけてます。はい、水を吹きかけて口元までイカナゴが舞い上がってきたところをですね吸い込んで食べているんですね。はい、上手に水を吹いたり吸ったりしながらイカナゴを食べてます。ベルガたちがですね、この水を上手に飛ばすときに役に立っているのが最初にご紹介した柔らかい口なんですね。柔らかい口を持っていることで、勢いよく水鉄砲のように水を飛ばすことができます。一度にだいたい2リットルから3リットルほどの水を飛ばすことができるようになってます。はい、ふーふーふーと吹いて、はい、口元まで来たところを吸い込んで食べてます。さあ、7、今日はたくさん食べますね。他のベルーガの分もあるので、そろそろですね食べ終えて帰ってほしいんですけれども、はい、まだまだ食べますね。はい、帰ってくれました。さあ、今度は別のベルーガにも食べに来てもらいましょう。お母さんのターニャがやってきます。7がですね3分の2ほど食べてしまったので、はい、ちょっと少ないですけれども、はい、ターニャも上手に食べていますね。大人のベルーガになると、先ほどご紹介した4種類の魚合わせて20キロ近くは食べます。これぐらいの量食べるのはターニャにとってはへっちゃらですね。さあ、残り5本ほどでしょうか。イカナゴが少なくなると難易度が上がってきます。はい、5本食べれるかな。さあ、なかなか難しそうですね。うまいタイミングで、水を吸わないとイカナゴが遠くに行ってしまいます。さあ、ターニャ頑張ってますね。はい、ターニャもですね、はい、たくさん食べて帰ってくれました。さあ、それではイカナゴの入った装置を上げてもらいましょう。さあ、皆さんどのようにしてベルーガたちがイカナゴを食べているか、勉強していただけたでしょうか。野生で生活をしているベルーガたちは、海の底の砂の中や岩の隙間なんかにいる、イカナゴなどの生き物をめがけて水を吹きかけます。そして驚いて飛び出してきたところをパクッと、捕まえて食べているんですね。イカナゴ以外にも、エビアカニ、イカ、タコといったですね、そんな岩陰に潜む生き物なんかも上手に見つけ出して食べていると言われています。さあ、皆さんにですね、一つ勉強していただいたところで、それではですね、ここからはこんなベルーガたちの特技をご紹介したいと思います。さあ、皆さん、ベルーガたちの有名な特技ご存知でしょうか。ベルーガたちは柔らかい口を使ってバブルリングを作ることができるんですね。さあ、ターニャがやってきてくれました。さあ、それではターニャにバブルリング作ってもらいましょう。いきますよ、それ。わかりましたかね。よいしょ、はい、よいしょ。さあ、だんだん空気が少なくなってきましたね。はい、上手に輪っかを作ってくれました。ちょっとですね、今リングが分かりづらかったかもしれませんね。一旦、ターニャには戻ってもらいましょう。はい、ありがとう。さあ、今ちょっとバブルリング分かりづらかったと思うので、グレイにやってきてもらいましょうかね。さあ、それでは、はい、今度はグレイにもう少し綺麗なバブルリング作ってもらいたいと思います。さあ、それではいきますよ、それ。上の方からリングを作って降りてきてくれます。せーの、よいしょ、はい、
いグレー、とっても綺麗なバブルリング作ってくれましたね。先ほど水を吹いていた口に空気を含むことで上手に泡の輪っかを作ることができるんですね。よいしょ、はい、とっても綺麗なリング作ってくれましたね。はい、グレーよくできました、ありがとう。さあ、それではですね、今度は、ターニャの娘のナナにやってきてもらいたいと思います。ナナはですね、ちょっと変わったリングを作ってもらいたいと思うんですけれども、今ですね、大きな泡を出してくれましたね。このリング皆さん見るの初めてだと思います。はい、頭の上からですね、泡の輪っかを作りたいと思います。いきますよ、それそれ、はい、大きい泡の輪っかができてますね。よいしょよいしょ、はい、とっても綺麗な泡の、輪っかを作ってくれました。割とですね、リアクションが 薄かったのはなんでですかね。皆さん全部忘れていると思うんですけれども、はい、はい、上手に頭の上でリングを作ってくれました。頭の上に輪っかができることからエンジェルリングと呼んでいます。はい、なんかうんちもしていきましたね。ベルーガのうんち、ちょっと皆さん分かると思うんですけれども、緑色っぽいのが普通なんです。はい、うんちが見れた貴重な瞬間なので、ぜひ皆さんベルーガのうち緑だということを今日は覚えて帰ってくださいね。さあ、それではナナ戻ってき、来てくれましたので、最後にかっこいいところをお見せしたいと思います。今から出す泡の輪っかを自分でくぐってみましょう。いきますよ、それ、ほい、はい、上手に決まりましたね。今のがエンジェルリングくぐりという、ナナがですね、自分で勝手にできるようになった特技なんです。はい、上手にできましたね。さあ、それでは、かっこよく決まったところで、以上でベルーガの不思議な魚の食べ方は終わりになります。最後に、頑張ってくれたナナから皆様にお別れのご挨拶です。バイバーイ。さあ、それでは以上で、イベントを終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この後もですね、名古屋港水族館ではさまざまなイベントを行っていますので、ぜひお楽しみください。はい、ありがとう。帰ります。ありがとう。はい。